韓国デジタルメディア高等学校は2002年3月に開校した大韓民国の高等学校、大韓民国教育部より IT 特性高等学校と指定されている。この学校は他の高校と違い IT に関したいろいろな授業過程があり、80%以上のソウル内4年生、大学 91.、91.4%の高い4年生、大学進学率を持っている。 知識、情報化時代の革新分野である IT 分野の特性教育を通して社会の発展に貢献し、急変するグローバル時代の世界変化で能動的に対処できる知識を持つ IT 専門人育成。韓国デジタルメディア高等学校は学年あたり E、ビジネス科にクラス、デジタルコンテンツ科1クラス、ウェブプログラミング1クラス、ハッキング防御科にクラスとなっていたものの、 2013年からは、E ビジネス科1クラス、デジタルコンテンツ科1クラス、ウェブプログラミング2クラス、ハッキング防御科2クラスとなっている。韓国標準の教育課程上、E ビジネス科やデジタルコンテンツ科は商業系、ウェブプログラミング科やハッキング防御科は工業系と分類される。また、学校内では、一般的にそれぞれ、文科や理科、 または人文系や自然系特別する。韓国デジタルメディア高等学校の科目はほとんど毎年変わり、科目の中で IT 関連科目は毎年変わる。一般学校より標準教育課程の影響が少ない。学年が上がると IT 関連科目が多くなるのが特徴である。2011年から韓国の標準教育課程である。 国民共通基本教科の学習は行われない。基本科目以外に、コンピュータ一般、情報技術基礎、商業経済、基礎 IT 科目などを追加で学習する。2年生からは学級ごとに学習する。科目違い。文学、英語愛、数学愛、微分と積分、物理愛、科学愛、英語会話社会文化以外の一般科目は学習しない。その代わり、 すべての学級が、韓国大学修学能力試験の職業、探究領域のコンピュータ一般、プログラミングなどの科目を学習する。作文、英語通、確率や通形、数学通、物理通、科学通、英語外は、世界史以外の一般科目は学習していない。学科別に科目の差が大きく、カリキュラムが大きく違う。 すべての学科が共通に学習する科目は、プログラミング、ベンチャー、創業実務がある。その以外で、学科別に、約2科目を学習する。韓国デジタルメディア高等学校は1年あたりに、学期制であり、学期あたり2回の定期試験を受ける。毎年韓国の中学生向きの IT、オリンピアドを行う。CG、プログラミング競争。 プログラミング作品公募の3分野がある。受賞した人は入学志願をするとき追加点を持つ。それ以外にも、校内ソフトウェア公募、校内 UCC 公募、コンピュータフェスタなどの工事が行われる。ありがとうございます。